ソウル特別市都市鉄道公社は、2017年5月30日まで、大韓民国ソウル特別市及びその付近の地下鉄路線のうち、5号線及び6号線、7号線、8号線を保有、運営していた鉄道会社である。通称は、ソウル都市鉄道であるが、案内では5678、ソウル都市鉄道という故障が使われることが多い。 かつては、ソウルメトロという名称を使用していたこともあったが、地下鉄1から4号線を運営する、ソウル特別市地下鉄公社が2005年10月27日に、ソウルメトロに改称してからは使用されなくなっている。ソウル特別市内のほか、7号線と8号線には、軽軌道の城南市、紀政府市、光明市、富川市、陰町広域市にも駅がある。5号線を除いて、 ソウル特別市の中心部を通らず、郊外鉄道の性格が強い。運賃は全線で、首都圏統合料金制が適用される、首都圏電鉄を参照。現在は、地下鉄1から4号線を運営するソウルメトロと統合し、ソウル交通公社となった。保有路線はすべて標準機、架空電車線方式による電気鉄道である。車両の規格も全路線共通で、 20メートル級4扉車を使用している。ありがとうございます。